皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルの竹見でございます。今回は川下和彦さんと田村陽子さんの頑張らない戦略を解説していきたいと思います。最初に言ってしまいますが、この本はよくある頑張らなくていいんだよ、そのままでいいんだよといった内容とは少し異なり、頑張らなくても成果が得られる方法が分かりやすく紹介されている本になります。さらにこの本は主人公美咲が自分の住んでいるガンバール国を飛び出し、ガンバラン王国への冒険の旅をした物語形式として書かれており、本を読むことが苦手な方も一気にスラスラ読める一冊となっておりますので、本日の動画でこの本いいなと思っていただけた方はぜひ本書を手に取って読んでみてほしいと思います。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。1限で意志の力には限りがあるということを、2限で頑張らなくても物事がスムーズにできる方法について、3限で頑張らなくてもいい理由について解説していきたいと思います。どれも頑張っているのになかなか夢がつかめない人への興味深くヒントとなる話となっておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。それでは1限の意志の力には限りがあるということから解説をスタートしていきたいと思います。さてこの1限では意志の力には限りがあるんだというテーマで話を進めていきたいと思います。この本の中で著者は意志の力には限りがあるんだと述べているんです。意志の力とは言うなればやろうと思った時に集中して頑張る力のことでございます。皆さんはやる気になればいくらでも意志の力を発揮できると思っていませんか？皆さんの中にはうまくいかなかったとしてもやる気さえ持って頑張っていればいつかきっとうまくいくと思っている人が多いと思うんです。でも残念ながら意志の力というのは無限には湧いてこないんです。意志の力は使えば使うほどどんどん減っていくガソリンのようなものであるということがアメリカの心理学者によっても証明されています。著者はこの意志の力をゲームのマジックポイントのようなものであると言っています。ゲームの中のキャラクターが目的を達成するためにキャラクターの持っているマジックポイントを使うと、そのポイントは無限にはありませんから減っていくことになります。簡単な目的なら少しのポイントで済むんですが、難しい目的だと一気にたくさんのポイントが必要になります。ゲームのキャラクターでもたくさんポイントを使った後はヘトヘトになってしまっているはずです。意志の力にもね、それと同じことが起きているんですよ。簡単なことをやろうとすると意志の力は少ししか減らないけれど、難しいこと大変なことをたくさんやろうとすると一気に減ってしまうんです。つまり自分が目標達成のための努力を続けることができるかどうかは意志の力をうまく節約し使いこなすかにかかっているというわけでございます。それなのにですよ、多くの頑張る人はやり始めたことを続けられるかどうかはその人の意志の強さにかかっていると思い込んでいます。一生懸命頑張りさえすれば目標が達成できるなんて思い込んでいるんです。失敗を繰り返しても懲りずに一生懸命頑張ることを繰り返してしまうんです。ところが実際はその頑張りに反して強くアクセルを踏んだ車がガソリンを消耗したり、たくさんのマジックポイントを一気に使ったゲームのキャラクターが消耗したりするように、目的も達成されず夢も叶えられず、ただ意志の力を使い果たしてしまうことになるんです。本書の物語の中でもガンバール国から来た美咲がガンバラン王国の黒いセーターの男に、人間は本当に何かを決める集中力のカードって1日10回分しかないんだよと言われる場面があります。だから1日のうちに本当に決めなければならないことのためにそのカードを無駄には使ってはいけないんだということを述べているんです。これについてはもう少し詳しく2限でお話ししていきたいと思います。さてこの辺で1限の内容をまとめておきましょうか。ポイント1、人は頑張っても意志の力には限りがある。ポイント2、ただ頑張るだけでは目的も達成されないし夢も叶えられず、ただ消耗してしまうだけである。それでは次2限で具体的に頑張らなくても物事がスムーズにできる方法について解説していきたいと思います。さて1限ではね、意志の力には限りがあるから、ただがむしゃらに頑張ったって結果はついてこないんだよということをねお伝えさせてもらいました。
ただそんなことを言われたって、これまでがむしゃらに頑張るというやり方しか教わってこなかったんだという人もね、結構多いと思うんです。そこでここからどのようにすれば具体的に頑張らなくてもスムーズに物事が進んでいくのかということについて述べさせていただきたいと思います。頑張らなくてもスムーズに物事を運ばせるためのポイントは全部で10個あります。すべていきなりできるようになる必要はありません。この10個を今から紹介しますが、この10個の中で自分で取り入れることができそうだなと思ったポイントがありましたら、ぜひ日常生活の中で取り入れていってほしいんです。何か使える素晴らしいポイントはないかなと思いながら動画を聞き進めていってくださいませ。ではまず一つ目でございます。先ほど出てきた物語の登場人物である黒いセーターの男は、クローゼットには黒いセーターとデニムパンツしかないんです。これは彼が1日に使える10枚の意思決定カードを、朝洋服を選ぶということに無駄に使いたくないからでございます。その日本当に決めなくてはならないことにカードを使いたいから、決めなくてもいいことには使わない。決めなくていいことは自動化しておくということでございます。朝何を着ればいいのかということに悩まなくなるからという理由で、黒いセーターの男のクローゼットの中には同じタイプの黒いセーターとデニムパンツしかないというわけでございます。毎日行う小さな判断があなたの意思の力を奪っているんだということを押さえておく必要があるんです。小さな判断を何度も何度も繰り返す一日はとっても疲れるものです。それでいて、あなたの大切な目標達成のために大切な意思の力を使うことができていないんですよ。自分の大切な意思決定、自分の好きなことにその日のカードを使った方がより充実感を持って一日を終えられると物語の黒いセーターの男は言っているんです。スティーブ・ジョブズやマーク・ザッカーバーグが同じ服を何着も持ち、毎日同じ服装をしているというのは有名な話ですよね。ビジネス界のみならず物理学者のアインシュタインも、毎朝何を着るかを決めるのは時間の無駄であると考え、同じスーツの別モデルを複数購入していたと言われています。意思決定してまで決めなくてもいいものは自動化しておく。これで意思決定のパワーを無駄に使わなくても済みます。こう言うと、いやいや自分はおしゃれが好きだからさ、そんな同じ服ばかりの生活なんてストレスがたまりそうだぜという方もいらっしゃるかもしれません。しかしもちろん洋服が大好きで朝のコーディネート選びでその日のテンションが上がるという人は、そこに意思決定のカードを使ったっていいんです。意思決定の重要さをどこに置くかはそれぞれの価値観で違っても良いんです。自分自身の価値観の中で重きを置いていないことは自動化する。これだけでも随分楽になるはずでございます。まずは自分の中で重きを置いていないものは何なのかということを考えて分類してほしいんです。それを自動化するだけで意思の力を温存でき、時間が長く感じるようになるはずです。それでは次2つ目のポイント、発想の転換について解説していきたいと思います。次に頑張らない方法として著者は発想の転換についても述べています。人は自分の意思がなくとも行動がルーチン化することによって、苦痛なく勉強でも運動でも仕事でもやるべきことができるようになるんです。ただ同じことを繰り返していてもなかなかつまらなくて長続きしませんよね。そこで著者はそのルーチン化の波に乗れるようになるまでに義務を娯楽とする発想の転換をするということをお勧めしています。子供の頃にお手伝いをしたらカレンダーに一つシールを貼ってもらうなんていうことを経験した人も多いのではないかと思うんです。すると不思議なものでシールが増えていくことが楽しくなり、シールを途切れなく貼っていきたいという気持ちが芽生えると言います。今は便利なアプリなどがたくさんありますから、そういったもので日々のちょっとした達成感を自分なりに作ってみるのもいいのではないかと思います。やらなければならない義務をゲーム化、娯楽化する、発想の転換によって楽しいものに変えていく、これも頑張らない一つの方法であると著者は提案しています。では次3つ目のポイント、やるべきことのシンプル化とやる気スイッチについて解説していきたいと思います。さらに著者は頑張らない方法として物事のシンプル化を推奨しております。
これは先ほど説明した行動のルーチン化にも関連していますが、何かの行動をするときにできる限りの段取りを省くということが大切であるというわけでございます。この物語の中で美人を見たら腕立て伏せをするというね、面白い男が出てくるんですが、彼は細マッチョになりたくて美人を見たら腕立て伏せをする、そんなちょっと変わった行動をとっております。普通ね、細マッチョになりたいんだったらスポーツクラブに通った方がいいんじゃないと、そんな風に思う人がほとんどだと思います。しかし会員制のスポーツクラブというのはほとんどの人が結局通えずに挫折しておりますよね。なんで途中で挫折してしまう人が多いのでしょうか。挫折には訳があるんです。細マッチョになるためにイコール腕立て伏せをする、この行動の間にスポーツジムに通うとなると、起きて着替えて荷物を用意してスポーツクラブに出かけて入館手続きをしてトレーニングウェアに着替えて器具をセットしてようやく腕立て伏せができるわけですよね。工程がありすぎてめんどくさいからそんなもの続かないんですよ。だから美人を見たらその場で腕立て伏せをして鍛える、これが頑張らなくても行動に移せるシンプル化であると著者は言っているんです。ただなぜ美人を見たらなのでしょうか。人が行動するためにはやる気になる、無意識にやれるようになる、そんなスイッチも合わせて必要なんだと著者は言っています。すなわち美人を見る、モテたい、細マッチョになりたい、腕立てをする、こう考えると極めて合理的な行動だと考えることもできます。もちろんね、現実に美人に出会った時にその場で腕立て伏せをするなんて人間がいたら怪しい人でございます。これはあくまでこの物語の中の話ではあります。まあとにかくね、何かしら自分にとってやる気が出るスイッチを見つけていただき、それが行動にダイレクトにつながるようにしておくというのはとても大切なことなんです。やる気のスイッチを見つけること、物事の段取り工程を減らし行動をシンプルにしていくこと、この2つをうまくやれば頑張らなくても自然に自動操縦でうまくいくようになるというわけでございます。ぜひ皆様もやってみてくださいませ。それでは次4つ目のポイント、繰り返しすることで無意識にできるようにする、無意識にできるまではご褒美もありであるということを解説していきたいと思います。さて次に私たちが知るべきことは、人間は意識してやっていることは全ての行動のうちのたった1割でしかないということでございます。つまりあとの9割は人間が無意識にできていること、頑張らなくてもできていることなんです。そしてさらにその無意識にできていることが素晴らしい結果につながっていることがたくさんあります。例えば自転車に初めて乗ろうとした時は右ペダルを漕いで左ペダルを漕いでと意識しながらバランスを取るので運転するのが大変でしたよね。でも一旦乗れるようになってしまえば意識してバランスを取るようなことはないですよね。脳が一度覚えてしまったことは意識しなくても体が勝手に動くようになるからです。これは多くの皆さんがすでに経験していることでございます。最初は意思のカードを使わないとできなかったことでも無意識にできるようになれば頑張らなくても大丈夫になるということでございます。何事も無意識にやっている状態になるまでは最初は練習してできないをできるにする必要があります。しかしできるようになった行動を何度も何度も繰り返していると無意識にやっている状態になっていくんです。ぜひ一つでも多くのことを何度も何度も繰り返し無意識でできるレベルに落とし込んでいきましょう。それでは次5つ目のポイントは、やると決めたことを他人に宣言してしまおうということでございます。次に著者はやろうと決めたことは宣言してしまえと言っているんです。人は意志が弱いのでなかなかやり続ける自信が持てません。そんな時こそ周りにやることを宣言してしまえばいいんです。心理学の世界ではこれをコミットメントと呼び、周りの人に自分の目標を宣言すればその達成確率が高まることが証明されております。これも今の時代誰かで捕まえて宣言しなくても SNS が発達しているんだから簡単に Twitter や Facebook で宣言できるじゃないですか。 SNS に例えば毎日一冊本を読むぞなどと書き込んでしまえばいいんです。それだけで目標達成率は高くなるんです。さらに心理学には
一貫性の法則というものもあります。これは人は自分が決めたことを最後までやり抜こうとする心理が働くものだから、やろうと決めたことは先に予約する、やろうと決めたらまずスケジュール帳に予定を書き込む、このようにあらかじめ予定を書き込むことによって他の予定を入れにくくなり、やり始めたことが続けられる確率が高まるというわけでございます。ぜひぜひ試してみてほしいと思います。では次、頑張らないポイントの6つ目は、同じ行動を同じタイミングでリズム化しようということでございます。行動には一定のリズム、トリガーを規則的にすることもポイントであると本書には述べられております。これだけだとよくわからないかもしれませんので、もう少し詳しく解説しましょう。人間は行動をルーチン化することによって行動を継続しやすくなるということが分かっています。これをさらに強化する方法として、トリガーを規則正しく毎日同じ時間に同じことをすると決めるという方法があります。ここで言うトリガーとは行動を起こすきっかけのようなものです。このトリガーを何度も繰り返すと体が生活のリズムを作んでくれて、ルーチンが定着しやすくなるんです。先ほど無意識の話をしました。このトリガーこそが無意識の行動を作ってくれるものになります。人は何かを始めるとき、最初は意識してできる状態を作るんですが、それを何度も繰り返しているとやがて無意識にやっている状態になります。それと同じで、一定のリズムで同じ行動を繰り返すと脳内にリピートプログラムされ、意思の力を使い無理に頑張らなくても自然に続けることができるようになるんです。例えば勉強を始める前に大好きな音楽を1曲だけ聴く、こういったこともトリガーになってきます。音楽を聴く時間を朝8時から1曲だけなどと決めてしまえば、毎日のリズムが生まれより効果が高いでしょう。それでは頑張らないポイント7つ目の朝が大事であるということについて解説していきたいと思います。さてこれはね、このチャンネルで紹介している他の健康に関する本などでもよくお伝えしていることではあるんですが、この本の中でも朝が大事だと書かれています。日中は予測できないことがたくさん出てくるものです。その点朝はみんなの起きる少し前に目覚ましをセットして起きるだけで、自分のペースを乱されることなく決めたことに取り組み、自分のリズムが作りやすくなるんです。朝は夜と違い、前の日からの睡眠で消耗した意志の力も回復し、少し難しいことにも取り組みやすくなり進めることができます。他人からも遮られることなく、最も意志の力が充実している朝を制することができれば、きっと人生も制することができるようになるでしょう。それではポイントの8つ目、時間の単位は時には大きく捉えることも大切、その場合も一定のリズムは崩さないということについて解説していきたいと思います。1日24時間の中では組み込めないものもあるし、1日に全てを詰め込もうとするとすぐに無理が生じてしまいますよね。1日のリズムに組み込めないことは、もっと時間の単位を大きく捉えて組み込んでいくと良いと著者は述べているんです。ただその場合も早く体がリズムをつかみやすいように、脳にプログラムされやすいように、一定のリズムは崩さない周期で行うことが大切だと著者は言います。それでは次、9つ目の日々の積み重ねを記録化しようについて解説していきたいと思います。やったことを記録する、これもね、様々な本で言われていることではあるんですが、まだやっていないという人はぜひ一度騙されたと思ってやってみてほしいんです。これだけでも人生が変わると思えるはずです。大きなことをやろうとすると意志の力をたくさん使ってしまいます。小さい取り組みだと意志の消耗は少ないですが、効果が目に見えて出るわけではなく長続きしないですよね。この矛盾を簡単なメモでいいですから、自分がやった行動を全て記録しておくことによって、やってきたことの累積を目に見える形で残すということが大切なんです。人間はこれまでやってきたことを目に見える形にして残すことによって、無駄にしたくないと思う生き物なんです。
です。最近は体重を記録するダイエットアプリや毎日何歩歩いたかを記録するアプリなど多岐にわたり楽しく記録できるものもたくさんあります。そういったものをぜひ積極的に活用して記録を取るということを実行してみてほしいと思うんです。それではラスト10個目の得意なことで楽しく取り組もうについて解説していきたいと思います。最後にね、意志力の消耗を一番抑えるには得意なことを見つけることが大切なんだと著者は言っているんです。苦手なことを必死で頑張って意志の力を使い果たしても結局思った結果は出ないものです。それ以上に自信さえ失ってしまいます。人間の脳は辻褄を勝手に合わせてしまう性質があるため、自分が得意じゃない場所に置かれてもなんとなくそういうものかと思って頑張ってしまい、意志の力を浪費してしまうものなんです。それより得意なことに取り組めば苦痛も小さく消費する意志の力も小さいですから、長続きできて結果も出やすいというわけでございます。そしてそれがやがて大きな自信につながっていくんです。だから得意なことを見つけることはとても重要なことでございます。しかし自分の得意なことは自分にとって当たり前ですから、なかなか気づかないものなんです。だからこそ友達の得意なことを見つけてすごいねと伝えられる人になりましょう。そうすればきっとあなたの友達もあなたの得意なことを見つけてすごいねと伝えてくれるはずでございます。みんなが相手の得意を認め合えるようになった時、頑張らなくても助け合って自然に生きられる毎日になっていくんです。さてね、一挙に10個を解説しちょっと長くなってしまいましたので、2限のまとめとして、頑張らなくてもスムーズに物事を運ばせるための10個のポイントをまとめておきましょうか。1、重きを置かない行動を自動化する。2、発想の転換。3、やるべきことのシンプル化とやる気スイッチ。4、繰り返しやることで無意識にできるようにする。無意識にできるまではご褒美もあり。5、やると決めたことを他人に宣言してしまう。6、同じ行動を同じタイミングでリズム化しよう。7、朝が大事である。8、時間の単位は時には大きく捉えることも大切。その場合も一定のリズムは崩さない。9、日々の積み重ねを記録化しよう。10、得意なことで楽しく取り組もう。さてね、10個いきなり言われるとね、多いよと思うかもしれませんが、もちろんいきなり全てできるようになる必要はありません。この中の一つでもいいですから、日々の生活に取り入れて人生が変わることを実感していただきたいと思うんです。そして一つが意識せずにできるようになったら、もう一つと徐々にできることを増やしていくことで、皆さんの人生はきっと1ヶ月後、3ヶ月後、半年後、1年後、大きく変わっていることでしょう。それでは次、ラスト3限で頑張らなくてもいい理由について解説していきたいと思います。さて3限ではね、頑張らなくてもいい理由を述べます。特に日本人は頑張ることに対して取り憑かれていると言えるほど頑張ってしまいがちです。頑張らないと成果が出ないよと思っている人も多いでしょう。しかしその常識を一度疑ってみる必要があるんです。自分が常識だと思っていることは、逆に他の人の立場で考えれば非常識かもしれないということでございます。私たちは結果を出そうと思うと意志の力を使って頑張らなければいけないんだと思い込んでいます。結果を出すためには頑張る必要があるという常識にとらわれているんです。でも本当はみんなが意志の力を使わなくても、それぞれの方法でそれぞれの結果を出して楽しく暮らしていければ良いのではないでしょうか。苦手なことを必死で頑張り、意志の力を使い果たしても結果が出ない。意志の力が続かないから結果が出ない。そしてその結果自信を失ってしまう。そんなことよりも、それよりも得意なことに楽しく取り組んで、得意なことだからこそ意志の消費も少なく長く続けることができる。そして結果が出て大きな自信につながっていくことが結果として幸せと直結しているのではないかと本書では述べられているわけでございます。頑張らなければ結果が出ないなどという思い込みは捨てても良いんです。人生は一度きりです。みんなが楽しくなるために頑張らなくても結果の出る世界、頑張らん王国での暮らしを手に入れる方法を著者はこの本の物語を通して教えてくれました。著者は最後に物語の中に出てくる頑張らん王国の頑張らなくても結果を出すための10箇条を取り上げております。3限のまとめとなっておりますので、ぜひこの部分だけで
もスクショしていただいたりメモしていただいて頭に入れていただければ嬉しいです。それでは頑張らなくても結果を出すための10箇条を発表していきましょう。1、意志の力には限りがある。意志の力を消耗しないように繰り返しやることをルール化する。2、つまらないと思えば我慢のために意志の力を使うことになる。面白くないことはゲーム化すべし。3、多くに取り組もうとすれば意志の力を摩耗させる。やるべきことをシンプル化すべし。4、最初は意識してやっていることも繰り返すことで無意識にできるようになる。繰り返し行動で自らを自動化すべし。5、効果を実感できないことは続かない。自分へのご褒美を見える化すべし。6、一人宣言するとやり遂げようとする力が生まれる。やると決めたことを約束化すべし。7、人間の体は無意識にテンポを刻んでいる。同じ行動を同じタイミングで繰り返してリズム化すべし。8、行動のきっかけを決めるとスタートしやすい。決めた行動を条件反射で始められるようにトリガー化すべし。9、人間は積み重ねてきたことを崩したくないと思うようにできている。日々学んだことを記録化すべし。10、苦手なことをやっていると苦痛が膨らみ意志の力をすり減らす。得意なことを見つけて楽しく取り組むべし。さてこの10箇条のね、一つでもいいので実践していただければとても嬉しく思います。さてここまでで、頑張らなくたって目標は達成できるんだよ、そんなに頑張らなくてもいいんだよという話をしてきました。だったら頑張らなくてもいいのか、頑張ることは悪いことなのか、そう思われた人もいるかもしれません。しかしそういったことをこの本は言いたいんじゃないんですよ。頑張らなくても結果を出せるようになる、そのやり方を頑張っているのになかなか結果が出ない人に伝えたいと著者は思っているんです。思い込みを捨ててほんの少し行動を変えるだけでやがて大きく人生が変わるようになるんです。この本の中で著者が最も言いたいのはこのことでございます。ゴールへたどり着くために意思をすり減らす、限りある意思を持続させてたどり着くために頑張らない戦略が必要であると著者は言いたいんです。頑張った割に対して報われないことが多い世の中、頑張らずしてもゴールにたどり着ければそれで良いんです。それこそがニューノーマルの世の中で生きていくということなのでしょう。不安の多い世の中で明日の世界がどうなるか本当に見通せる人などいないはずです。頼れるのは自分がこれからどう生きていきたいのかという意思。この物語にはうまく生きていくためのヒントがたくさん積み込まれています。生きていくことに疲れてしまわないためにもこの本に興味を持っていただけた方はぜひ手に取って読んでみることをおすすめしたいと思います。それでは3言の内容をまとめておきましょうか。ポイント1、私たちは結果を出すためには意志の力を使って頑張らなければいけないと思い込んでいる。ポイント2、得意なことに取り組むことで意志の力の消費を抑えながら成果を出すことができる。ポイント3、頑張ることは悪ではないが頑張らなくても成果が出るやり方を知ることには意味がある。さて本日は頑張らない戦略をご紹介させていただきました。1限では意志の力には限りがあるということを述べました。2限では頑張らなくても物事がスムーズにできる方法をなんと10個も紹介しました。そして3限では頑張らなくてもいい理由をお伝えしました。さていかがでしたでしょうか。この物語から得た教訓を自らの働き方戦略に応用することができれば誰でもいつからでも必ず結果を出すことができます。一度に全てをできるようになる必要はありません。何度も何度も動画を見て、そして繰り返し本書を読んで少しずつやり方を修正してみてください。そうすれば仕事はもちろん、ダイエット、家事、勉強、そして恋ですらきっとうまくいくはずでございます。皆さんが楽しみながらね、結果が出せるようになることを心から願っております。繰り返しになりますが、本書は物語形式として書かれており、本を読むことが苦手な方にも一気にスラスラと読める一冊になっています。ぜひ本日の動画で興味を持たれた方は本書を手に取って読んでみてほしいと思います。本日は以上です。今回の動画が良かったという方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。また本要約、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実というチャンネルの3つを頑張って更新していますから、ぜひ興味のある方は概要欄のリンクからそちらもチェックしてみていただけると嬉しく思います。それではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしておりますよ。本日は長い間ご清聴ありがとうございました。